えー、私は49歳の管理職年収約600万ですシングルで子供3人育ててきましたすごいですね上の2人は上場企業勤務と国家公務員になり三条が大学3年生なので大学の学期の支払いが終わったらお好み焼き居酒屋を始める夢がありますしかしサラリーマンである程度決まった収入を頂い,いていたのと自分の年齢を考えるともう少しお金を貯めてからの方がいいのかそれとも今の方が失敗してもどうにかならず悩んでしまいますアドバイスお願いしますあ全然成功すると思います ま、結局管理職で子供3人育ててっていう人であれば、体力もあるし、時間管理もきちんとできると思うので、早めにスタートした方がいいと思います。あの、ま、子供育てるっていうのが最優先だと思うんですけど、ようやく自分の好きな夢っていうのができた。 できる時間ができたのであれば、早めにやったほうがいいです。あの、体力自体はもう年々絶対下がってくるので、なので体力でできなくなってしまうと、あれで今までじゃあ何のために生きてきたんだろうとか、子供が自分たちのために、親が人生犠牲にしたよねっていうので、いらんプレッシャーを感じてしまうかもしれないので、子供二人とも上場企業と国家公務員なんで、ぶっちゃけ失敗しても、子供にすがれば食えると思うんで、いいチャンスなんで、独立しちゃってください。ただし、コロナ禍落ち着いてから、今コロナ禍で飲食店をやっちゃうと、突然営業停止しろ とか酒出せないとかになっちゃうんですけど、お好み焼き屋って基本的に酒売らないと儲かんないですよ。粉物なんでそんなに高い利益出せないんですよね。すげえ人気店とかでバカバカ店員回してやるとかであればいいかもしれないですけど、そうするとそれなりの面積が必要で、人件費も稼がなきゃいけないので。 美味しいものを作ってお客さんに喜んでもらいたいみたいな、その自分とお客さんが幸せになるタイプの飲食店っていうのはちょっと作りづらくなってしまうので、なのでちょっとコロナが落ち着くワクチンをみんなが受け終わるぐらいまでは、いい物件を探すっていうのを時間がかけた方がいいと思います。 あの、今だと潰れてる飲食店多いので、居抜きで入って、居抜きで例えば元々焼肉屋でしたとか、お好み焼き屋でしたっていう場所であれば、肺炎装置とかだったりって買わなくてよくなるので、なのでそういうところの物件がないかっていうのをずっと時間をかけて探した方がいいんじゃないかなと思います。やっぱり内装お金かけると結構時間かかるので、ね、時間とお金かかるので、ね。